チェックアウトしました。あ、いいホテルでしたね。食事すごい良かったですね。さあ、一応車を港で預けて船に乗りたいと思います。ここで往復乗船券を、クーポンで1520円買いました。まだちょっと時間ありますね。あれですね、総動線になります。外部マイクをつけてみました。今あの内側、こちら側向きにしています。これから乗っていきたいと思います。トイレもバリアフリーになってそうです。すごいな。で、上がの色が違うの分かりますでしょうか。バスも出てますけど、300円かな200円かな、どうせですから歩いていきたいと思います。ビジターセンターっていうのがあるんですね。どうせですから寄ってってみましょうか。竹手島湯河府館ですね。ビジターセンターとなっております。入場は無料です。こんなのちょっと休めるところもあります。Tシャツ1枚に変えました。上を見てるとつまずいて飽きまへんね。牛が普通にいますね。集落に入ってきたみたいです。こういう同じような赤屋根の平屋が続くわけですね。なるほど。すごい。あらまあ、綺麗なこと。パーラーですって、いいな。後で会場に寄りましょう。左手が郵便局になってますね。チェア線に乗ります。もうちょっと先まで行ってみましょうかね。水牛車の
あの牛舎の発着所みたいですね。綺麗ですね。帽子とか持ってこなかったのは失敗ですね。もろに日差しを浴びてます。すごい天気ですね。日焼けすごいだろうな。何だろう、何かの歌木、なんかやっぱり岩、あのお祈り場なんでしょうね。この石、細かい石というか、なんていうか、ハブはいないだろうね。あれ、あの上は何だ、わかんない。こっち集落があるはずなんですけどね。砂地のようになってます。こっちに来るとなんか静かですね。もうね、あまり観光客来てないみたい。水牛さんも来てないし、やっぱこっちの端の方に来るのが正解でしたね。いかったいかった、静かでいい。シーサーがどこでも飾ってあります。どっかで一服してるかなね。この紫は何でしょうね。カフェテアラ
してるのかな。このサンゴ積まれたところでこう生えてるものはこれ一体何なんでしょうね。何なんだろう。こういうやつなんだな。エチオリングラ、なんかいい感じですね。野外でね、食べるのはないのかな。お酒とスムージーですもんね。こちらのカフェで、お昼をいただきました。1300円ですね。アイスコーヒーと、おむすび、とても静かです。あまりこちらは観光客の人の姿もあんまりなくて、いいですね。で、日差しは強いんですけど意外と日陰は涼しいんですよね。まあ今4月ですからそうなんでしょうか。いい気持ちですね。お日様が気持ちいいです。昨日のホテルに冷蔵庫の中にビールを置き忘れてきたっていうのはまあしょうがないですね。情けない。意外とそれが多いんですよね。一応確認したんですけれども、冷蔵庫開けて確認したんですけど奥まで見なかったんですね。それがダメなところで、私探し物って本当下手なんですよね。情けない。ここは人は住んでないのかな。空き家なんでしょうか。なんかもったいないな。このトカゲは何でしょうか。頭でっかちのトカゲですね。入っちゃった。これが滝富中学校と小学校。お花いっぱいですね。すごいですね。日用品の店なのかな。コンビニみたいなもんなんでしょうかね、この島の中のね。港へと戻ります。道の向こうに見える山々は、あれは石垣の方なんですね。石垣の山々があんな近くに見えるという風になってますね。それほど近いということなんですね、こことね。このちっちゃい船になりましたね。どうやらこの船は臨時便だったみたいですね。乗船客が多いんで、ですからちょっと早く来ました。高速船ですね。さあ行きます。ホテル到着、3時15分ですね。疲れた。ホテルの人に焼けましたねって言われまして、それで焼けたみたいですね。いやー、帽子を持ってくればよかった。すごい日差しでしたね。でも結構風は涼しかったんですけどね、気持ちは良かったんだけど、日差しはやっぱきつかったみたいですね。変な、こう、焼け方を、しちゃってるんじゃないかな。結局また A&W で、ホットドッグかなんかを買って、帰ります。あとはお土産をちょっと買いました。